どうもサイドです。今回ちょっとまたポケモンの方やっていくんですけど、まあいろいろありまして、いろいろありましてっていうか、まあ時間が経ちすぎてちょっとパーティーをいろいろ変えまして、まあ今回このパーティーで、まあとりあえずなんか各々のやり方っていうか、まあ決めたのはちょっと、まあ実際に対戦しながら説明していこうかなと思います。じゃあマッチングしていくか。でまあランクが変わったってことで、まあシーズン2が始まったんですけど、あの最近ポケモンの持ち合いがなさすぎて、あのシーズン2になってから初めてやるんですよね。ああちょっとシーズン2になって初めてやるから今の環境とかよく分かってないんだけど、まあ多分大丈夫、あんま変わんないと思うが。でまあもう一番上のドラパルトからして分かると思うんだけど、このドラパルト壁張り で、まあ、完全な店なの。店っていうかまあアタッカーじゃないから。ああでこれ相手のパーティーあれだな、パルシェン。ああなるほどな、壁張りドラパルトだな相手もこれってことはこれもう壁を読んどかなきゃいけないんだよな。うちの立ち草熊ってあれだっけ、瓦割りとか持ってたっけ。なんか全然久しぶりすぎて覚えてないんだけど、多分だけど向こうも壁張ってくるから、ここもガチガチに壁対決いくわ。でウィンディは正直あれだな、ナットレイ入れてもいいかもな。この技入れてるやつが多分アリしかいないんで、ナットレイ入れて、ナットレイウィンディかな。割とナットレイウィンディがね毎回安定タクではあるんだよね、ドラパルトに対して。じゃあとりあえずこのパーティーで今回やっていきます。じゃあ対戦よろしくお願いします。えっか、久しぶりすぎるからな、名前が適当だなお前お前もうちょっと名前こだわれよ。まあ、それ一生それで生きていくんだぞお前。自分の子供にあーとかお前絶対つけんじゃねえぞあーアイアント取り出した。まあ、とりあえずアイアントから入ってくるぞ。なるほどな。でこちらはもちろんドラパルト、ただドラパルトから入ってこなかったってことは、まあ、全抜き構成ではあるけど壁張りドラパルトじゃないよって感じか。で多分これアイアント完全に多分ドラパルト読みで出したっぽいんで、まあとはいえこっちもやることあんまないんで、あんまないっていうかまあやること別に変わんないんで、まずリフレクターから入っていきます。まあ、まさかのね壁張りドラパルトってことで、なんで壁張りドラパルトなのって思うかもしれないんだけど、まあ、単純にその壁張りドラパルトってなんか使ってて使いやすいというか結構強いのよ。あなんか防御とか下げられてるけど、まあまあいいや。とりあえずドラパルト君にはやることやってもらいたいから鬼火前と言ってあんま時間稼ぎたくないけど、さあアイアントが多分主軸になるからアイアント潰しときたいわけ。まあここで入れ替えても鬼火が刺さるだけなんで、でここ壁見て、ああそっかこいつ壁かってなって多分戻ると思うんで、てか相手よく居座ったな。普通にあれだろ、ダイモンジとか持ってる可能性あるだろで相手もドラパルト出してくれよ。でこっちのドラパルトはさすがに壁じゃないんで、ダイマエースとかだと思うんで、ここ鬼火当たれば、あでかいの、まあ特殊の可能性もあるこの出し方は。ただこっちのドラパルトって割と最速だから、特殊型のドラパルトだったらあれだね、特殊型のドラパルトだったらやばいねちなみにこれちゃんとアタッカーとしても機能するようにできてるんで、で光の壁張ってもいいんですけど、このドラパルト特殊読んで光の壁張るか、もしくはドラゴンワードでやるかって感じなんだけど、ちょっとどっちでもいい正直。ドラパルト相手だったらこのドラゴンアローで落ちる可能性が高いわけ正直。だから別にここドラゴンアローでもいいし、特殊型読むんだったら光の壁でいい。ただこうリフレクター見て引っ込めたら来たってことは特殊型の可能性が高いから光の壁が入るわ。いやでもどうだろうね、俺より遅いから龍舞とかもしかしたら危険にしてくるかもしれない。ゴーストダイブ、ああまあゴーストダイブか。ゴーストダイブだったら別にあれだな、ドラゴンアローでよかったな。まあ結果論か。第一そもそもここのゴーストダイブって物理技なんで、別にここドラパルト引っ込めてナットレイで受ければいいんですよ仮に相手がダイモンジ持ってたとしても、ドラパルトって特殊火力が低いんで、ただ遅いからちょっと控えめか、もしくは C に結構振ってる可能性はある。でもゴーストダイブしっかり受けていく、まあ当たり前なんですけどああなるほどね。ちょっと分からんけど、ラスト1体が分からん。ラスト1体何出されたかきついかなっていう感じを考えた方がよくて、アイアントはぶっちゃけリフレクター張ってる間は
もう役に立たないから。でドラパルトももうこれ正直あの大文字でもない限りあったとしても無理なので、で残り一体誰がきついかなって考えた時に、まあ、あんまきついやつがいないんだけど、あんまりきついやつがいないからそんなに深く考えなくていい気がする。畑から入るわ。あのアイアンとか出てきても畑で畑とするから。あーここ大魔切ってくるか。ただ大魔切ったところでじゃね、大バーンあんのかな。いや大バーンあったとてだろ。うん、大バーンあったとてだと思うんだけどな。どうなんだろうこの大バーンって、マジでどうなんだろうマジでどうなんだろう、わかんないんだけど。いやなんか今日ねキャプチャーソフトの調子が悪すぎて、なんかプツったり若干ラグがあったりするから気をつけてほしいんだけど。あマジか、大バーンで落ちるか。しかも強いな。シーソンの、あー急所か、なるほどね。まあこれは知らないわこれはマジで急所じゃなかったら多分耐えたけど、まあもう文句言ってもしゃあない、ぶっちゃけ。もう急所にいちいち文句やったらねポケモンできませんから。ただここナットで落とされたのはマジでやばい。アイアンとはウィンディでなんとかなるんだけど、ラス1がわからん。うん、ラス1が何来るかわからんから。ただウィンディで大抵除去できる。パルシェンだったら若干きついかもしれない。まあ一応ワイルドボルト持ってるから。ただワイルドボルトって物理技なんだよねって話。ただまあこの7割ぐらい残りのドラパルトだったら普通にこっちのドラゴンワローで落ちる可能性が高い。耐久振ってないだもんな、ダイバーン、ダイバーン搭載ってことは多分両頭型だわ。これさ、もう俺と同じ方かもしれない。そもそもスカーフかなんか持ってて、いやスカーフはないな、メガネか持ってたとしても、なんかこだわり系持って動けないみたいな、そういう理由だと思うんだよおそらく。でまあここアイアント出してきたら、あーどうすっかな。ちょっとこれなかなかやべえんだよなこれやばいんだよね普通になんか一見勝てそうに見えるけどやばいんだよ。まあ、ダイマ切らせた、切らせたっていうかまあ枯らしたっていうのがでかいけど、ここもウィンディで残りを倒していくしかない。うん、そうなんだよ、ウィンディで残りを倒していくしかないんだけど、リフレクターが今一応あと2ターンか。ここちょっと鬼火さすがに当ててほしい、頼むドラパマジで当ててくんね。ここ当てればでかいか、だいぶ OK。 まあラムの実でも別にいいや、ウィンディが全部ぶっ放してくれる。でリフレクターさっきの込みで結構耐えたんで大丈夫です。でまあここは正直ドラパ残しといてもしょうがないんだけど、ラス1が分かんないよね。で神砕くこのダメージじゃん。後の布石を考えてドラパルトここ、もう一旦リフレクターがあるから一旦ここでウィンディ入れ替えて、でもう一体が何か出てきてもいいし、そもそもウィンディで殺してもいいしっていう感じで、ウィンディでまずは狩る。なおかつここで俺がダイマックスを切ることにより、あのダイナックルとか打って火力上げも貢献できるわけね。そう考えたらやっぱここウィンディでいいわけよ。何があるか分かんないから一応ドラパルトも火力として残しておきたい。残す意味があるかって言われたらちょっと微妙いけど、 OKOK いいね。今のとこ相手打ってくれたのはマジでいい。何回読みだろうけど、ただちょうどここでリフレクターが切れて、で、ダイマ切って、ちょっとゴーストダイブいないよね。これ普通にアイアントで突っ張ったら、まあ、間違いなく死ぬし、でウィンディってこっちスカーフだから、あ待って、スカーフだよなお前あでもいいや、どうせ火力が上がってたとしてもアイアントってこっちにあれ言うことないわ、ないから、ここダイバン打つわ。ダイバンじゃないごめん、ダイナックル、ダイナックルで一旦火力を上げて、あー いのか。ウィンディより速いやつが出てきたら割とやばい、ここ。いや、もう何言ってもしゃあねえわ。てかもう、ダイバーンでいい気がする。ダイバーン行くわ。左がまだ続いてっから。相手もさ、突っ張るしかないじゃん、そもそも。火力も下げられてんじゃん。無理よ。しかもラスト戻せないってことは、パルシェンとかじゃないでしょ。パルシェンとかじゃない。バンギでも、大丈夫、多分。多分大丈夫、バンギでも分からんけど、バンギだったら俺戻すわ思ったけどバンギだったら戻しでいいわ。あーしかもなんかまあダイナックルでよかったかな。このタクちょっと微妙いね。うん、ダイナックルでよかった気もする。あーてかマジで
ャプチャーソフト調子悪すぎる。大丈夫かこいつ。なんで今日に限って急にこんなんなってしまったんやろ。うるせえとか。あ、勝ちだろ普通に。はい、対戦ありがとうございました。まあ見事ね、シーズン2の1戦目は勝利できたってことで、まあこれはさすがに無理っしょ。まあウィンディが上手い具合に活躍してくれた。まあ急所を引かれても、まあそもそもナットレイがガン刺されだったんで、うん、ドラパのあのダイモンジュの急所はまああんまりあんまりかな、出し勝ちだったしね。あ、そもそも他のメンツがというんな感じで、まあいいんすよ結構この構築。あの耐久面にマジでナットレイが硬い上に、初手で光の粘土持ちの壁張りドラパルト出すことによって安定感がかなり増すっていう。じゃあ早速次の対戦にも行きましょうか。はい、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。さて、お相手者は磯丸水さん。パーティーは、まあ、うまい具合ななんか水統一と見せかけてようかからんパーティー。ねえ、パッと見今回はナットレイ使えないかな。で、ドヒドイデがいる。やだな。やだね、ドヒドイデ。うん、ダルダルヒッヒにヌオウ。しかしヌオウか。いやー、ナットレイ厳しいけどヌオウ対策ができんなこれ。どうすっかな。ニーフィアいけそうではあるけど、あんま刺さってないんだよね。ここちょっとロトムから入りたいな。てかまあ正直、大体のパーティーに刺さるんで、なんか別に、いや、ダルダルヒッヒーだったらちょっとやばいけど、いや、ロトムでいくか。いや、ぶっちゃけドラパから入っても全然いいんだけどね、このパーティー。ただ、ナットル入れないと、無王で積む気がするから、うん。ニンフィアいけるかな、ちょっとわからん。いけない。いけない。あれ、このパーティー相手そこそこやばいのでは。ちょっとなかなか刺さり気味だね。初手の対面にもいるか。うまい具合に、あーでもナットレイいいのかな。ヌオウがでも来そうな感じするよな。で、ヌオウのケアとしてなんかリザとか初手から。あー、ドヒドか。ドヒドもな、確かに厳しいんだよな、このパーティー。てかまあ正直諦めるよね。ドヒドされたら。ただ、あの最強のこのトリックっていう持ち物があるんで。うん。そうだね。ちょっと待って、ここ、ドヒドって突っ張ってくんのかな、ロトム対面。一旦ボルチェンしてみていいか、ここ。いや、10万耐えるけど、多分ドヒドだったらボルチェンするわ一回。あ、普通に突っ張ってくんだ。へえ。10万とか打たれたら、いやでも死なないと思うけど。一回統治家から入るんだ。トリック見てたら多分やばかった。でまあ当然こだわりのせいでボルチェーンしか出せないんですけど、まあボルチェーンするか。いやー、てか本当にキャプチャーソフトくん直ってくんね。地面いなかったよね。誰ヒッヒーか。まあいいや、まあここはボルチェーン安定なんでしょう。いや、柔らかっ。お前柔らかっ。なんでそんな柔らかいんだよ。炎技持ってたよね確か。ウィンディで狩りに行くわ。で、ここ一応、ドヒド読んで、うん、これでもう、ダラダラヒヒ何もできないんで、で、多分だけど、ここ正直ドヒド変えたいのね、相手としては。ここ大魔切って、第3弾打つわ。うん、それでいく。あ、マジで突っ張ってきた。突っ張ってくんの。え、わからん。なんで。ごめん、俺、お前の考えてることわからんわ。どうやってヒヒダルまでウィンディに勝とうとしてるんです。あれ
ちょっと待って、入れ替えのタイミングっていつだ。あれ、大魔の前に入れ替えじゃなかったっけ。今入れ替えんの、なわけないよね。あ、エッジか、なるほど。ただ、あぶねえ、ちょっと待って、これ地味に危なかったやん。大魔来てなかったら。何それ。エッジとか覚えんのこいつ。技範囲広すぎだろ。危ねえ、本当に危ねえ今の。マジで危ねえや。キャッチャーすると治ってくれ。わからん、なんでか全然原因がわからん。前回のパートまでさ、全然何も影響なかったのに。ここ戻したいな。ここ冷静にさ、ダイマー枯れちゃうけど戻して、てか俺のこいつへの有効だって、そもそもロトムでトリック当てるしかないのね。ああ、いやどうなんだろうな、ここ統治家で一旦枯らすのが安定だから、うん、ロトム戻すわ。ちょっとここはさすがにダイマックス枯らしてでも、まあ大丈夫、相手の一番の火力源であるダルダラヒッヒーは持ってったから、でドヒドイデっていうことも判明してるじゃん。うん、ってことは正直ナットレイが今ラストに対していらなくなってる可能性が高い。でここ統治家は無意味でしょ。でどうしようかな。うん、ダルダラヒッヒー出してきたってことは、ヌオーがどうだか分からんけど、一旦第3打込みだから、ここ10万ボルトでいい気がする。ヌオー来たら、別に全然いい。あ、ラストヌオーなんだってなるだけ。ヌオーかこれ。ロトムか。はぁ、まあ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 。まあまあ別にいいかな。ドロップも打てなかったけど。てか、やべえな。ラストロトムか。え、どうしよう。ラストロトム、ちょっと待って、ドヒド、あ、わかった、これナットレいらんわ。こだわってる可能性もあるけど、ここナットレいらんよな。うん、ごめん、ここちょっとおば、いや電気技だろうけどナットレ出すわ。あ、だよね。だよね、なんとなく俺そんな感じがした。よかった、ここ第3打男でしょ、さすがに2ターン枯れるこれで。ただ2ターン枯れたとこでどうすっかなって感じなんだけど、いやー、てか電気技の威力上がってるのやべえ。まあ一応4分の1ぐらいだっけこれ。いやー、どうするここ、この技読むか。てかごめん、あれだわ、あのウィンディーがいらんわ、逆に、あ、逆にウィンディーいらんわ、こう思ったけど、ドヒドリに対してどうして軽く出せないし、うん、待って、ここロトムの大魔王なんとかして枯らさないと俺勝てねえ。ごめん、ウィンディー出すわ、たとえ第3弾だとしてもウィンディー出すわ。無理だこれ、ウィンディーが絶対いらない、もう多分、わからんけど。わからんけど、多分ウィンディーいらんもん。大パン、オッケー。ワンチャン耐えてくんない？オッケー、ナイス。いやー、マジでそこ耐えてくんねんのありがたい。で、これで3ターン目でしょ、次。枯れるわ。オッケー、オッケー。え、完璧じゃん。待って、しかも、足元電気消え去る。で、なおかつ、スカーフだからこっちの方が早い。で、しかも、晴れかでしょ。晴れかだからフレアドライブそこそこ入るじゃん。したら、10万圏内ぐらい入るかもしんないのね。よし、見えた。見えたぞ、見えました、勝利への勝ち筋が。でここで死ぬけど大魔枯らせるじゃん、3ターン目だから。うん、いいね。ちょっと待って、完璧すぎる。でちょっと待って、ここ慎重にいく。ロトムで10万でいいか、これロトムで10万でいいな。ああ、これ、え、これちょっと、これってダイマー枯れるよね。あー、よかった。あ、よかった。よかったよー。仮に、あれだとしても今、サンダー圏内入ってないから。いや、ちょっと待って。ここ、ドロポン打たなきゃいけないの？もしかして。10万じゃ無理？いや、10万だな。打つしかない。うん。10万打つしかないわ。ドロポンとかいうのここで打つわけにはいかない。
ッケーオッケー。で、ここは冷静に行く。ここはもちろん、あの、ラストのこの、クソ、ムカデに、ムカデじゃない、なんだっけ、人でか。いや、いっか、これ、10万連打でいっか。いや、待てよ、最善を尽くすなら、10万連打じゃない。最善を尽くすなら、トリック。あ、いや、10万と。もういや、考えやめろ。大丈夫でしょ。あ、オッケー。勝ち。対戦落とした。あぶねえ、ちょっとウィンディ捨てたっていう選択肢がマジで、あれだわ、俺の中にまだ残ってたんだな、そういう気持ちが。ポケモン使って勝ちたいという気持ちが。今日3連勝なんだけど、やばくね？